皆さん、こんにちは。サンソンチャンネルの山口サンソンです。で、今日ですね、そろそろ裁判所もですね、夏休み体制といいますか 事件も結構少なくなってきているというところですね。160件ぐらいやったかな、今日書いてあったの。月曜日なんで、もともと少ないんですけどね、というところでした。ただ一方で、明日はですね、スーパーチューズデーということで。確か6件かな、テレビ会議を含めて、確かね、福永先生関係の事件が6件ぐらい集中していると、いうことで、スーパーチューズデーですよね、ということになるのかなというふうに思っております。ね、遠山さんの事件、多分明日結審するでしょうし、他にもいくつかあったと思いますというところですね。で、今日ですけど、まず傍聴でですね、そんなに多くなかったんですけども、デラニーネの15845という事件ですね。これ、山中豊さんが三菱 UFJ フィナンシャルグループを訴えた事件ですね。で、こちらついに今日結審しまして、9月30日に判決と、いうことのようですね。もうこれはおそらく被告が勝つだろうと思っています。というところですね。で、あとですね、訴訟と関係ないんですけど、最近東京都のですね、コロナの感染者が3000人を超えていると、いうようなことで、結構、大騒ぎになってるんですけれども、一方でですね、亡くなった方の数って最近ほとんど報道されないんですよね。なんで、じゃあその感染者は分かりましたと。じゃあ亡くなった方何人なんですかってことを調べてみたんですね。で、これが東京都の亡くなった方の数なんですけど、7月1日0、7月2日1人、7月3日1人、7月4日1人と、こんな状況なんですね。で、こう、たぐっていくと、で、7月29日まで発表されてて、で、こんな感じで、直近だと22日が0、23日が1人、24日が1人、25日が0、26日が1人、27日が1人、28日が0、29日が1人と。いうような状況でして、実はやっぱりなんていうか、ワクチンの効果って着実に出てきてるなと、いうところは事実だと思うんですよね。もともとコロナでその亡くなる方って、その65歳以上の高齢者の方が多かった。で、高齢者の方も半分以上、確かワクチン打ってたはずです。ね、私の子まだ回ってきてないですけども、高齢の方かなり打ってらっしゃると。いうことで、亡くなる方に関しては確実に減ってきてるのかなと。いうふうには思うんですね。もちろん感染が増えているということで、油断してはいけないと、いうのは事実なんですけれども、その一方で、怖がりすぎるのもどうなのかなというふうに思いまして、やっぱりなんていうんですか、冷静に議論して、冷静に対処することが一番大事なのかなというふうに思った次第ですね。というところです。で、今日ですけども、カズマックスがですね、プララを訴えた事件ですね、こちらを閲覧してきましたので、ちょっとご報告させていただきたいと思います。令和3年は15605という事件ですね。民事43部の事件です。ですから3階ですね。で、原告吉沢和馬で、被告がプララですね。で、プララの代理人はいつもの通り松尾翼先生ですね。これ、富国生命ビルっていうですね、日比谷公園の向かいのビルですね、結構高いビルなんですけども、ここの上、結構上の方だったかな、に入ってる先生、事務所の先生ということですね。ちなみにこの富国生命ビルの隣のビルがプレスセンタービルって言って、そこの6階にいるのが神田先生と、いうことですよね。で、こちらですけども、今年なんですね、今年の3月に12日の書き込みで、カズマックスというクソ調子に乗ったガキを間違いなくやることを決意した。おとなしくしていれば肉体的にやるのはやめようと思ったが、挑発するなら買ってやるからよろしくということで、これは危害を加えるということなんですかね。ですね。で、この投稿は原告の生命の危険を暗示するものであり、凶悪行為に当たると。で、おとなしくしていればの趣旨が不明であるが、原告はトレーダーとして情報発信しているだけであり、第三者に迷惑をかけるような行為は行っていないと。また、挑発するなについて、原告が第三者を調達したことはないし、そのような情報発信をしたこともないと。で、原告のことを肉体的にやるというのは、原告を殺すことを暗示するか、あるいは少なくとも肉体的に痛めつけることを暗示するにしているものであると。だから、殴ってやる、殺してやるという類だと、いうことですよね。
からもう一個が、てめえに、これも3月12日で、1分後の投稿ですね。てめえには一生黙祷させてやるからと。まあ、こういう投稿であります。で、この点、黙祷とは無言のまま心の中で祈祷することを意味すると。で、御投稿の趣旨は原告をして一生黙祷させる。すなわち、原告を喋ることができない状態にまで痛みつけることを暗示するものであると。で、本件投稿には本件投稿記事1のわずか1分後に投稿されているものであり、かついずれも、中黒ですね、が、原告のを対象として投稿したものであるから、両個投稿を合わせて読めば、その加害の予告は明らかであると。ね、で以上に加え、本件、中黒なるアカウントはが投稿した記事は、上記投稿1の及び2のみであり、フォロワーも1人である。すなわち、私たちが原告に危害を加えることを投稿するためだけに作ったアカウントである可能性が高く、このことからも原告に向けられた加害の意思を伺うことができると。原告に向けられた突然の加害予告は、原告の人格権、平穏生活権を著しく侵害するものであると。まあ、いうことで、カズマックスがですね、橋根町会請求していると。まあ、いうことで、これはなんか通りそうですね。まあ、なんか私がカズマックスにですね、なんで味方しなきゃいけないのかよく分かりませんけれども、まあ、これはね、ちょっとね、加害予告しちゃってるんで、まあ、通るんじゃないかなと思っておりますですね。まあ、通った後、損害賠償がどうなるかですよね。まあ、ただ、フォロワーが1人なんで、それで損害っていくらなんだいって話はありますけどね、足根城開示の費用の方が高いんじゃないのと、まあ、そんなにちょっと言いたくなるんですけども、まあ、いずれにしてもですね、そんな形で、やってるというところですね。まあ、いずれにしても明日ですね、スーパーチューズデーですね、福縄関係の訴訟がいっぱいあったと思いますので、まあ、ぜひ閲覧をしていきたいと思います。今日はですね、3000メートル障害で三浦選手という方が出るみたいですね、なんか。で、予選が2位なんで、まあ、結構マイナーで誰も注目してない種目なんですけれども、もしかしたらメダルを取るかもしれないというですね、まあ、淡い期待をですね、まあ、ちょっと持っとこうかなとは思っております。はい。よかったらチャンネル登録と高評価ですね、コメントの投げ銭の方お願いします。どうもおやすみなさい。